どうも、こんちゃでございます。こんちゃでございますね。まあ、腹減ったんで何か食おうということなんですが、安い野菜と肉が手に入ったので、これ食います。まず豚肉、100g あたり、99円の3割引きなんで、100g あたり大体、65円か70円ぐらいのですね、非常に安い豚肉なんですが、これ結構実は美味しいんで、まず油引きます。油はケチってはいけないです。派手に揉みます。そしてまずこの豚肉を炒めまんこ、あ、やばいやばい、あ、これはやばいやばいこれは捨てる。それで、これポイッと捨てて、でまあ油が跳ねないように、跳ねた油が熱くて嫌い。で、肉炒めてきます。で、何やるかっていうとね、なんかないかな、面白いことないかな。これがすごいんだ。こんなの、キャベツとピーマンがあればすぐにできる中華名菜ホイコーロ、こんなのがありますね。これ食うんだよ。でね、これ実は以前、これ半額シール貼ってあるんだろ。で、半額で安いんだけど、これ以前ね、買って食ったことあるんだよ。買って食ったことがあって、中身がね、具と、タレ、具とタレが入ってんだ、具とタレが。でね、今日は、具に頼、このソースと具に頼らずに、豚肉を 300g 今放り込んだんだけど、これを入れてですね、パワーアップして食うという、そういう動画なんだけど、パワーアップして食うんだけれども、ただ問題は古いことです。問題は古いんで、この、買ったばっかりの美味しいお肉がですね、このタレでぶち壊しになるかどうか、これが注目でございますね。1年前だからね。買ったばかりの新鮮食材が1年前の食材と合わさって、ぶち壊しになるのかどうかに、皆様注目してください。で、これをね、やっぱこれはね、ニンニクの芽ですね。ニンニクの芽。ニンニクの芽はね、安いと時々買ってきます。これ繊維質がすごく多くてね、体にいいんだよ。俺はね、これでもね、体にね、気をつける人間です。私はね、常に健康第一、清潔第一に生きてる男でございまして、おかげさんで私ね、まだもうね、還暦なんだよ、俺。実はね、還暦なんだぜ。で、この元気さでございますね。もう一日今ね、12時間ぐらい寝てますね。病気で死にそうな人よりよく寝てますね。本当に俺よく寝るよな。今日も結局12時間ぐらい寝たもんね。本当なのね、一日中寝てんだよね。仕事しなきゃいけない。仕事ね、仕事しなきゃいけないんだ。仕事しなきゃいけないんだけどね、仕事しないで寝てばっかりですね。やること結構ね、実はあるんだけどね。結構ご依頼もいただいてありがとうございますね。ちょっとね、もうね、今ちょっと忙しいんで、新規のご依頼若干止めてますが、もう立ち会い決済とかね、難しい。なぜか、なぜ立ち会い決済が、で、これ 30% 引きのキャベツ、スカスカだけどね、中身ね。スカスカだけど、まあ安かったんで買ってきました。スカスカだけど安くね。スカスカだけど安けいりゃいいのさ。ポイポイポイだって。ポイポイポイ。で、このキャベツ食います。なんかこの辺が黒くて腐り始めてんで危険なんで、早めに食いたいと思いますね。キャベツ食います。もうちょい、今日はホイコーローちゃんだからね、もうちょっと入れよう。しかし中身スカスカのキャベツだな、これ本当な。もうちょっと考えてほしいね、キャベツもね。
そしてこれぐらい、あんまり、キャベツってね、実はね、繊維質がものすごく大きくて、炒めてもね、あんま縮まないんだよね。縮まないんで、入れすぎると大変なことになる。で、ここはキャベツを、火がもっ、あ、こっちじゃなくて。よし、でこうやってしっかり炒めてってね、うん、まあキャベツとニンニクの芽は生でも食えるし、肉の方もちゃんと火が通ってるんで、うん、問題ないですね。でこのキャベツはまた何か食うんで冷蔵庫しまっておきます。まあ冷蔵庫はありますから、うん、うまい、うん、あら、うん、当たり前だけどね、キャベツは生で食えるからさ、まあこうやって例えばマヨネーズをヒヒヒヒヒヒってやって、でまあこのまんま、うん、食べても OK、 うん、え、うん、うん、キャベツはねもう全然生で食って大丈夫ですね、当たり前だよね、うん、うん、キャベツを生で食っちゃいけないって言ったらさ、日本中のさ、キャベツの千切り出してるとんかつ屋全部アウトになるからね。そんなバカな話じゃないよね。うん、もうちょいかな、うん、いや問題はこれなんですよ。ぐこの半額コーヒーに入ってるこの具ですね、これがもう1年経過してるので、うん、食えるのかな、あ、大丈夫だね、大丈夫です、これいけます、具、うん、具、うん、タケノコとかね、いろいろ入ってますね、あ、肉とタケノコが入ってるんですよ、だからこれにキャベツと、とかピーマンを入れればそれでできますよっていう食品ですね、むにゅっとむにゅっとよし、うん、そういうもんで、うん、大丈夫です、大丈夫です、うん、あ、でもこのタケノコがね意外と傷みやすいんだよね、タケノコって意外と傷みやすいんだよね、大丈夫、大丈夫だと思います。大丈夫です。許容範囲ですね。許容範囲なので、僕自身の、これ僕が食べるので、僕の基準に基づく許容範囲ですので、その辺は誤解のないようにお願いしますね。僕の許容範囲であっても、一般ピーポーにおいて、完全アウトというのは当然ありえるわけでございますんで、その辺はよろしくお願いします。ビャッ、うん、で次タレですね、ソース、ソース、まあ要するにまあ、まあホイコーローのタレです、要するに味噌だれです、味噌だれ、うん、うん、でこれを入れてかき混ぜて、ちょっと一煮立ちさせてっていうか、まああれして、うん、あ、味噌だれですね、うん、味噌だれです、いや、うん、右手左手で物を投げられるようになったからね、大した回復だよね、もうね骨折してからね、もう随分日が経ちますがね、とりあえずねかなりは回復してきたけどね、でもまだ全然完全じゃないね、やっぱねすごい違和感があるしね、うん、手が全然離したよね、手が全然後ろに回んないんだよ、右手はさこっちまでこの、だから右手はさこのここら辺、これ折れてない方が行くんだけど、左手さこの右手とこれが繋がらないからこうなってさ、右がここまで行くんだけど左手が回んないからよ、右手と左手が繋がらない、繋がる時もあるんだよね、
その日の体調とかね、気分によってつながったりつながなかったりするんですけど、どのみち右ぐらいさえ、まあ本来は右ぐらいこんな風に行かなきゃいけないのに全然行かないんで、まだまだリハビリはかなり続くのでありますね。まだリハビリが終わるのは相当、一応リハビリ期間、手術から1年とか言われてんだけど、あと2ヶ月で完全に元に戻るとはちょっと思えないね、これね。大丈夫なのかな？わかんない。あのね、人工関節なんか入れちゃった人はね、もう完全にね、後ろ手回んなくなるらしいよ。なんか話聞いたけど。うん。僕の怪我も、まあ、痛んではないけど、あんま美味しくないな、これな。要するに具材入れすぎだからよ、味が薄いんだよな、これ。味が薄いんだよ、これ。間違いない。味が薄い。味が薄い。麺つゆ入れます。いや。よし。胡椒。よし、これでいいっしょ。よし、これでいける。具材が多すぎてさ、味が結局さ、あのホイコーローの素が全然役に立たなくなる。これ山椒入れると美味しいんだよね。ホイコーローって、ね、山椒入れると美味しいんだよ。山椒、山椒、結構山椒ってね、まあ麻婆豆腐とかね、もうそうだけど、あの中華、こういう中華系の食い物にね入れるとね、すごい美味しくなりますよ。でも中華料理屋でさ、卓上テーブル置いてる店って見たことないよね。まああれだけだよね、あの、うなぎ屋だけだよね。でも山椒って本当に万能調味料で、中華系は大体あります。ラーメンに山椒入れても美味しいですよ。いいんじゃない。まあこれで何やるか、おかずはラーメン、まあなんかだからラーメン作ってもいいし、まあ中華麺入れて焼きそばにしてもいいし、まあでも気持ち的には一杯やりたい感じなんだけど、まだあのこれからまだまだちょっと仕事しなきゃいけないんで、お酒は飲めないんですよ。よいしょ。いや、あー崩れた、ダメだ、崩れた。よしよし。いや、でお酒飲めないんですけど、なぜかジンビームでも中に入れるのはこれだね、いつものビールテイストゼロアルコールですね、これ飲んで、これ全くアルコール入ってないんで、これ飲んだ後に車、あ、いい音だね。この後車運転しても全然大丈夫です、ノンアルコールなんで。あ、うめえではないか。おお、やべえ、キンキンに冷えてやがるみたいなね。キンキンに冷え、やっぱビールはね、キンキンに冷えてるとね。なんかでも、本当のね、ビール通で美味しいビールを飲むためには、あの、冷やしすぎるとかえってまずいとかいう話もありますがね。よくわからん。よくわからん。なんかお酒って、なんかキンキンに冷やしていいもんじゃないらしいですね。特に日本酒はね、なんかそういう面があるらしいんですけど、なんか冷酒とか言ってね、でも俺的にはあのキンキンに冷えてるさ、お酒、なんかお酒とか、ドリンクってさ、まあ基本的にキンキンに冷えてれば冷えてるほどいいっていう感覚が俺はあるけどね。まあ俺は
まあこういう、うん、グルメではないので、うん、俺はグルメじゃないんで分かんないですけど、うん、うん、うん、スタミナ太郎行って美味しいって言ってるようなヘタレでございますので、うん、うん、あれですよね、うん、なんかね、この動画2024年の10月30日の、うん、2時半っていうものすごい半端な時間撮っておりますけどね、まだこれから忙しいんだよ俺はっていうか、朝起きたのが遅いんだよ何時まで寝てんだよお前みたいな、いろいろ大変でございますなんか、まあ立花さんが、まあ代表権争いの控訴審で、まあ控訴棄却になって負けたというニュースが入ってきてて、でこれについて何か語るっていうリクエストがいっぱいあるんだけど、うん、解説しようがないよねあ、負けて当たり前じゃん、なんか10秒で終わったって言ったね、うん、うん、まあ、民事裁判の判決って短いんですよ、結論だけ言ってあと判決文読んでねって言うんで、うん、民事裁判の判決は必ず判決文を作ってから判決をするので、判決文の朗読とかしないんですよ民事裁判は。でも刑事の方は判決文は判決を言い渡した後から書くんですよ。なんで判決が長いんですよ。で判決の場所にも必ず検事と被告人が一審はねもういなきゃいけないんですよ。うん、うん、だから判決長くなるんですよね。全部うん、うん、だからまあ判決文の朗読みたいなのをやるんですよね。でその後判決文なんで、うん、書くんで違うんですよねやり方が。うん、まあだまあ基本的に全部大体文書でやり取りしちゃうんで民事裁判っていうのは外から見ててもあんま面白くないですよ。うん、それでまあまあ控訴棄却なんで、まあ判決文がまあ出てくると思うんで、まあ全面請求棄却だから立花隆さんがネット内にさらすかどうかちょっと分かんないですけどね。うん、まあうん、まあどっからか経由で多分手に入ると思うんで、まあそれでなんか書くかなみたいな、うん、ことは思ってますけどね。うん、いやまあ本当にすごいっすよ世の中まあでも立花さんもね、なんか、うん、借金返せ借金返せって大津坂さんに言いつつどんどんお金使ってっからねあの人ねすごいよね。うん、うん、でもなんかいつの間にかの六本木のタワーマンションは引き払って別の部屋に移ったんでしょあれも、うん、なんか普通のアパートみたいな部屋になってましたよね。うん、うん、どうなんでしょうねやっぱり、うん、
立花さんとかはやっぱ政治活動の関係で都心に住まないといけないのかね。うん、うん、まあ大津彩香さんもそうだけど都心に住んだけどね。うん、都心に住まなきゃいけないのかね。猫は、うん、結構都心に働いてる人って人でみんなさ、まあ、僕が住んでる春日部からも通勤してる人、もっとね春日部より遠いとこからあの都内に通勤してる人もいっぱいいるから、うん、別にね、うん、それこそ東京で活動するっていうだけだったらまあ全然、うん、まあ、私の住んでる春日部とかにね住んでね通勤してもいいとは思うんだけどね。まあなかなか政治やってるとそうもいかないんですかね。よくわかんないけどね、俺はね。うん。まあ、俺なんか逆に東京23区内にさ、まあ練馬ってちょっと外れたとこだけどさ、うん、まあ、実家があって、両親もそこに健在で、僕の子供部屋もまだきちっとそこに残って、いつ帰っても、そこで、あの、寝れるような感じにはなってはいるんですけどね。うん、だから何好き好んで春日部に住んでんのみたいなことを言われることもあるんですけど、うん、うん、春日部は本当住みやすい街だぜここは。うん、どこ行くにも便利だし、うん、家賃もそんな高くないしね。うん、治安もいいしね。うん、まあ悪くないっすよ。うん、まあ僕的にはまあ、うん、もう動画配信してるだけだと、動画配信だけだったらね世界中どこ住んでても生活できるんだけど、僕は主婦の仕事があるんで、うん、まあこのまま春日部に居ついちゃってますけどね。うん、やっぱり司法書士の仕事はね地方に行けば行くほどね取れない。うん、これはもう間違いない。本当にね司法書士ガーッと稼ぎたかったらね都内ですよ。あの都内一択です。都内に部屋借りてください。うん、それでやった方がいいですよ。僕の場合はだから微妙なのよ。微妙なのよ。うん、だから埼玉でもやっぱり大宮とか浦和で開業した方が仕事は取れますよ、いっぱい。うん、本当に侍業で開業する人はねやっぱりね都内っすよ。東京でやっぱり開業した方がいいです。中心部に近いとこ。うん。だから、加代まりのさんは、千代田区永田町か。うん。ああいう感じで、うん。やった方がいいですよ。うん。ただ、まあ、ああいうとこに行くと、当然、家賃も高くなって、固定費も高くなって、みたいな感じになるんで、まあ、それはまあ、レンタルオフィス借りたいとかね、してやってますけどね。うん、皆さんね。うん。僕はそれこそ東京の練馬に実家があるからね、あそこでね、まあそのまま部屋も空いてるんで、うん、そのままあそこで やってもいいんだけどね、実はね。なんとなく春日部に戻ってきちゃって、うん、なんとなく居心地がいいんだよね、ここ春日部って本当に。うん、なんかこれから再開発がね、駅の高架が進んでどんどん便利になってくるんで、うん、うん、じゃあまあ再開発のね、うん、なんか計画書とか見るといろいろ俺もイチャモンつけたくなってきてさ、いやこれはこれじゃこうじゃねえだろうとか、こうした方がいいだろうとか、いろいろ俺もイチャモンつけたい気持ちがあるんで、うん、うん、市がだからまあ春日部の市会議員出てみようかなとかね。イチャモンつけ、うん、
一般ピーポーは基本的に相手にされないんですけど、やっぱ議員バッジつけてるとね、相手にしてもらえるっていうのはでかいんで、うん、やっぱりね、ずっともう春日部何年住んでんだろう、転職員時代から通算するとどれくらい住んでんだろうってぐらい住んでるんで、うん、うん、まあ結構愛着あるんで、うん、つまんない都市計画のね失敗はしてほしくないんで、うん、私なりのね偉そうな提言を、うん、なあぶちかましていければなみたいな、うん、これでも埼玉県庁の住宅都市部とかに結構長くいたからさ、うん、うんちく語ってもいいんじゃないかなみたいな気もしてるんで、うん、それでまあ市議になろうかなみたいな感じになってて、うん、だからあの何度も言うようにあの私が春日部の市議会議員に出ようか出まいか迷ってんのはあの NHK から国民を守る党の坂谷さんとは何の関係もないので、それは誤解しないでいただきたい、うん、あの坂谷さんを落選させる刺客ではないですから私はその辺はよろしくお願いします、うん、まあともかくね、うん、出るかどうかをまず考えなきゃいかん、うん、なくなっちゃった、もう一本飲もうかな、これノンアルコールだから全然何本飲んでも大丈夫だ、よし、もう一本飲もう、もう一本飲もう、もう一本飲むぞ、何飲もう、なんか飲もう、なんか、よし、これだ、うん、あ、うん、冷蔵庫に手突っ込んでさ、当てずっぽに缶一個持ってきたら同じのが出てきた、まあいいや、これでいいや、飲もう、よいしょ、まあともかくね、うん、もう俺も還暦だからさ、うん、自治だからね、食生活も気をつけないといけないな、うん、やっぱりあの長生きの秘訣はね、やっぱりね肉を食うっていうのはよく言いますよね、うん、やっぱりこの、うん、肉をいっぱい食うことがね、あの長生きの秘訣ですね、もうこれは間違いないですね、うん、うん、なんで、で酒はやっぱあんま飲まない方がいいし、酒はねやっぱ寿命縮めるんだよ、だからこうやってノンアルコールを飲みながら、ノンアルコールを飲みながらこの山のように肉を食べていくというですね、この食生活はある意味理想形でございます、うん、やっぱ肉を食わなきゃいけません、肉を、うん、うん、うん、よし、うん、あら、なくなっちゃった。まあいいや。さすがに3本目はやめよう。3本目はやめよう。うん。よし。うん。というわけでね、まあいろいろ食ってんで。うん。うん。ここに余ったタレ、味噌だれ、なんか捨てちゃうのもったいねえな、これ。うん。これなんか活用して食いたい気分だけど、まあいいや、とりあえず、うん、とりあえずまあいいか、うん、うん、うん、このまま置いといて夜なんかこの上に
卵とかいろいろ乗せて食うか夜。うん。ごちそうさまでした。失礼しました。いや、健康第一。